10月に開場する東京江東区の豊洲市場で魚と触れ合ったり施設内をバスで巡るイベントが行われました。豊洲市場の魅力を知ってもらおうと開かれたイベントでは、親子連れが海の生き物に触れたり、カツオの一本釣りを体験したりしました。豊洲市場内をバスで巡るツアーでは、マグロの競りが行われる水産卸売場棟の中に入り、低く設定された実際の室温を体感しました。夕方には豊洲市場から見える景色を撮影するフォトイベントが開かれ、訪れた人たちはカメラで撮影しながら日が暮れていく景色を楽しんでいました。豊洲市場は10月11日に開場する予定です。